お話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。体操強い勝ち方でした。これは期待通りですか？僕の期待通りにさせてくれました。好意に構えましてスタンド前1コーナーに差し掛かる前でしたか、一気に先頭に立っていきました。あのあたりの心境を教えてください。ホワイトフィンガーのリズムとケーバルリズムがずれてるなと思ったので、あの馬のリズムで、はい、実況にもね、少したまらないという感じで前に出たというお話でした。これはいくらなんでも遅いということで、これは我慢できない、そんな感じですか？そうですね、はい。さあ、その後このホワイトフィンガー号の走りに合わせた走りが、レースができたということでしょうか？そうですね、小回り、少し不安だったんですけれども、よく我慢して回ってくれて、減速しないで走れたことが多かったかなと思います。それにしましても、この大変な強さの勝ち方でした。こうなりますと、この路線で今後夢が大きく膨らみます。そうですね、前走といい、今回といい、強い勝ち方してくれてるんで、これからコバと戦っていくことになると思うんですけれども、いい勝負してくれると思ってます。最終的には世界でという声も起こるかもしれませんよ。そのつもりで、最初は、はい、みんなの声を伝えていきます。最後に応援してくれたファンの皆様にメッセージをお願いします。今日は強い勝ち方ができました。また勝てるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お話を伺いました。小野さん、おめでとう。さあ、それでは農林水産大伝承展第51回関東オークス競争表彰式を行います。優勝馬の関係者の皆様をご紹介いたします。優勝馬、ホワイトフーガ号、馬主西森鶴様、調教師高木昇様、調教助手宗方聡様、騎手大野拓也様、厩務員菅野元井様、以上の皆様でございます。なお、生産者は梅田牧場様でございます。一度大きな拍手をお送りください。それでは優勝賞金の贈呈です。